これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。ケンジは裏から出られていたのね。さあかかってこい。そうだ、こっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモ裏から少しでも離れよう。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。坂井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、
ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ？タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか？飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり？村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。早く船で海に出たいな。お侍様、お譲りいただけるものはございますか？お役に立ててください。では、ここで用意し、仕上げましょうか。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。天下無双の弓ですよ。恐れながら素材が足りないようです、お侍様。侍、そちらは酒井家の太刀では？詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。
その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。から罪なき民を殺したという者もいれば、天狗に呪いをかけられたからだという者も、いずれにせよ打ち爪の魂は罪を償いたいという一心。よし、影。じゃあこちらへ。打ち爪公の伝承でございます。大将！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 
助けるからな。やめろ、けだものどもめ。お侍様、橋を渡れないのです。どうした。日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら、猛虎が谷で待っていて、下から矢を射い始めたのです。怪我人が。文太、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ。あとは俺が。矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう渡ってよいぞ。兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。Thank you.
そちらの精鋭を出せ。侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。
この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて、民が詣でに来る時に鳥居がなくては困るでしょ。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご符もそこで得られる。走れ、走れ。
あの日を忘れることは決してない。俺が子供でなければ、弱く臆病でなければ、父上を守れた。あの鳥をご存知ですか？どのような鳥のことだ？金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを、何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、あの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。どこも危ないな。
太刀についての御用があればお役に立ちま酒井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。酒井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。磨き上げましたよ、酒井様。十分な素材をお持ちください。礼を言う。その立ち運を運びます。まさか素手でか。鎧を整えてもよろしいでしょうか。どんな鎧も直します。八幡様も羨む仕上がりですよ。戦で壊れた鎧がある。おや、これはかなり傷んでますね。痛みの少ない鎧をお持ちくだされば腕前をお見せします。いつまで続くんだ。